はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、今回はこちらをやっていきたいと思います。まあ、クニオくんのやつですね。 3DS で、新しく、時代劇編が出たので、今回はまあストーリーというよりは、ミッションを、攻略していこうと思います。まあ、ストーリーはおいおい、まあ別のところでやっていこうかなと。とりあえずシングルプレイですね。ミッションモードナンバー1、最初のバトル、雑魚忍者を6人倒せ。てかやり方すらわからんあ、3個あるな。とりあえず1個ずつやっていくか。何ボタンが何ボタンだこれ。おお、ちょっと待って、 Y でジャンプ、 B でキック、 A でパンチか。そうすると X って何。お、刀出した。そうだ、刀が使えるんですよね。おら弱っこれどうやって持つんだ。基本的には運動会と同じ感じかな弱いんだけど、武器使った方が弱いんだけど。で、多分バッツで投げるでしょう。おー、いってててて、必殺技持ってないの。あ、脳刀長ロス、これで。あれ、なんだ、刀の使い方がわからん。おお、刀を使うと多分下の気力ゲージが減るみたいなんですよね。いたいたいた、よーし。忍法気絶の術、ガクン。まあ最初はね、何事もなくサクサク進んでいくでしょう。これなんだ、合計19950って。ポイントを手に入れるとどうなんだか、それすらわからない。星2つか。まあ最初の方だからな。今度雑魚忍者12人だし、なるべく早めに倒した方がいいのか。納刀してこう、もう刀を使っていきましょう。ほら、切り捨てごめん。なんかアップになった、いってーあ、 L ボタンでアップと、画面が切り替えられますね。おお、荷車、何これ、荷車ダメージ当たんねえじゃん。いてててて、クニオは多分キックの方が強いかな。あ、マハキックか、持ってますね。え、ほんとこれマハキック、なんか遅くね。よしよしよし、くーらえ。あー、これ刀を使った方が全然強いな。ノート、おー強い。もうガンガンいきましょう。切り捨てごめん、なんか持っちゃうんだけど。おりゃ、おらおら、おー強い。気力ゲージが全然減ってるんだけど。おら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 、空振りしても減るのか。うわ、疲れた。こうなったらもう格闘しかない。いってー、おらら、もう下人など俺の敵ではない。おりゃ、倒れてるやつにも追い打ちはできますね。おりゃおら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 、ミッションクリア。さらなるバトル、おお、星3つ。なんか星をいっぱい手に入れるとどうなるんだ。棟梁を倒せ、雑魚忍者の棟梁を倒せ。ボスキャラすかね。おお、いって、いきなり殴られた。許さん、この、お、ジャイアントスイング的なの持って、いっていっていっていて、おら、敵が3人か。何体まで同時に出てくるんだろう。いって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 、やばい、このオケ強い。結構みんな、あ、これは望月っぽいな。この刀を、あ、刀取り出してきた、強い。ただ何、逃げた、くらえ。下人は永久に出てくるのかな。やばいやばいやばい、あれがない、気力がない、気力が。結構パワーなこいつ。おら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 、これは、よーし、すまん、おかしら。うん、雑魚は永遠に湧いて出る感じみたいですね。最初はマジサクサクいけんな。これならすぐ終わんじゃねえのって思うけど、どっかで多分ハマるんだろうな。はてなはてなはてなを倒せ、忍び寄る黒い影、ミッション4。さあ来い、
誰も来ない。何、どこだ。お、黒い、マジで黒い。なんだこいつ、防御力弱い。ああ、あれ弱い、超弱い。え、超弱いんだけど。あれ、でも星2つしか。もっと早く倒せってこと。何だったんだ今のは。真剣勝負。刀による攻撃しかダメージを与えられない。マジか。だんだんと条件がついてきたな。敵を6人倒せ。空振りは許されないな。どこだ、さあ来い。いや、めっちゃ空振りしてる。早速これ気力は回復するのかな。やばい、めっちゃ減ってんな。やばいやばいやばい。納刀をすると気力が回復するとか。お、ゼロだ。え、回復する感じがしないんだけど。やばいやばい、痛い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 。ほら、よし、ダブルでダメージを与えられる。これが効率がいいな。ほら、やばいやばいやばい。え、気力がない。どうすればいいんだこれは。気力を回復させないといけないんだけどな。どうすれば。これはアップになるだけだしな。もしや積んだ、これだって刀じゃん。マジでわからん。メニュー、ポーズ。え、納刀。いやー、これほんと積んだか？じっとしてれば回復するとか。あれ、相手もじっとしてんな。やばい、これは早速積んだっぽい。ちょっと戻るか。これ空振りは許されないな。し、ちょっと。慎重に行こう、慎重に。お、開いて。よし、こいつは一発で倒せる。ほら、よしよしよし。もう多少ダメージは食らってもしょうがないから、あ、近づいてきたところを狙う。いて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 。あんまり振りすぎないことだな。ほら、よしよしよし。ほら、 30 パワーか。こいつ2発かかるな、そうすると。おら、追い打ちできんのか。あんまり振りたくないからな。切り捨てごめん。うん、落ち着いてやればこんなもんだ。オッケー。さあ次は、頼れるのは拳のみ。今度拳か。まあ、どっちかっていうとでもこっちの方が楽そうだよな。パンチは永遠にできますからね。なんか拾っちゃうんだけど。強い、クニオのパンチ。あれ、これマッハキックより強くねえか。マッハキックより全然ダメージが当たるんだけど。強え。2発で倒せる。雑魚がいくら湧いてこようと俺の敵ではないと思ったら暗い。下人か。でもまあ所詮いつか上人とか出てくるのかな。中人とか。ミッションクリア。うん、星2つか。なんでこれは蹴るしかない。蹴るしかないのでね。足技か今度は。マッハキックのちょっと威力を見てみるか。なんか5くらいだった気がするんだよな、マッハキック。最大か、6か。これ絶対パンチの方がいいよな。早いけどね、確かに。どうなんだろうな。ちょっと弱体化しすぎだな、キックが。倒れてる時にマッハキックやるのはでもいいか。あと2人。おら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 。さあラスト1人。この俺のジャンピングキック。なぜか7当たったし。全然楽だな。
あ、そうか、多分スコアであれが変わるんだな、星の数が。物に頼るしかない。今度は武器を持って、まあ武器って剣じゃないけど、あれ物あった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 、岩だな。これでお前らを撲殺する。痛そう。くらえ、いって、完全にもうこれは危ないやつだな。おらおらおら、追い打ちができないのか。立ち上がるのを待つしかない。なんか石が飛んできたぞ今、右から。誰だ、石を投げたやつはお前か。許さん、この血にまみれた岩でお前らを撲殺する。めんどくさいな武器。ただてか時間もなくなるな。これここら辺、お、こういうとこで追い打ちができる。やっぱ角度なんだな。あと2匹か。暗い。荷車とかって追い打ちできるのかな。あとはお前だけだ。あれ、まだあいつ生きて、いて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 。荷車17とか言って。なるほど。これで。あれ、今どうやったんださっきの。荷車。わからん。ほい。おお、当たった。これだ、これ。ちょっと時間かかったな。8までクリアか。9。刃物の達人。刀を使った攻撃以外は減点だって何？あー、スコアが減らされるってことね。忍者を6人倒せ。まあちょっと、じゃあ気力をあんまり無駄にしないように。走って気力が減るとかないよな。くらえ。よしよしよし。切り捨てごめん。セーバーやばい。お前も切る。ふんふんふん。刀とあの撲殺って、どっちもどっちって感じだけどな。あと一人か。くらえ。生きているか。最後の一人はしぶといな。だがお前の命もいただく。俺の手にかかればこんなもんだ。おお、星3つ。もうナンバー10か。早いな。これならすぐ終わるんじゃないの？本当に。まあ、パンチで倒せと。星が欲しければ拳で戦えって。OK だ。パンチ、あ、やばいやばいやばい。これね、拾っちゃうんだよね。丸ボタンで。おお、アッパーだ。ジャンピングアッパー。やばい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 。いらん、こんなもん。くらえ。くらえ。よーし。ジャンピングアッパー。できなかった。さあ、あと一人だ。どっから来る？オッケー。簡単だな。鉄拳制裁。星3つ。ミッション11。手を出すまでもない。これすげえワンパターンだな。かなり作業化してきたぞ、もう。ひたすら芸人と戦ってるからな。全く手応えを感じない。ほら。何、下に逃げたか。下とかに逃げられると時間がかかる。マッハキックは追い打ちだな。ほーら、もうお前らくたばれ。マッハキック意外にな、時間かかんな。かぶってるし。この武器が邪魔して点が減る。よーし、あと2人。くらえ。さあ、ラスト、お前を蹴り殺す。もうやってることは何にも変わってないからな。パンチで倒してるのか、キックで倒してるのか、武器で倒してるのかだけだかんな、やってんのは。物なら OK。 素手での攻撃は半減だ。欲しけりゃ物で戦え。忍者6人。今度は武器か。
また撲殺に入るか。こう撲殺はね時間がかかるからな。ちょっとこっちにおびき寄せよう。ここだとね角度的に追い打ちが効くんで、さあ来い、降りて来い。ここでお前らを撲殺する。これは入るか。入ったー。おらおらおら、よし、さあ降りて来い。うわ投げてきた。さあ降りて来い、お前らを撲殺する。ちょっと逃げんなこいつ。逃げるでない。さあ来い。先にお前が獲物になったか。修行が足りませんでした。さああと一人。これ水の中だと泳ぐの遅くなるな。泳ぐのじゃねえ、歩くのが遅くなるな。あ撲殺ができない。なんでだ、撲殺ポイントが。オッケー、ティリンティリン。13、武器はお前たち。敵を持ち上げて攻撃しろ。敵を使って2人倒せ。2人ってなんだよ。おー、ステージが変わった。まず一旦敵を倒して持ち上げるのか。これはなかなかめんどくさいな。その難しいっていうよりは。あれ？そもそも敵が出ない。いた。もっとさ、ワンサカ湧いてほしいんだけど。あ、これなんだ、ヒットポイント減るのか。温泉に浸かると顔が熱くなる。さあ来い。おらおらおら。おら。くらえ。結構ダウンしてる時間は長いな。弱いただ。これ振ってりゃ永遠に持てんな。あー、逃げられた。そして倒してしまった。やばい、これは時間との勝負だ。いた、あいつをまず減らそう。よし、いらないこれは。うわー、倒してしまった。こいつはヒットポイント減ってるからな。ちょっと獲物として取っとこう。新しいやつ、いたいたいた。これマハキックで倒した方がいいな。まずこれでもってくらえ。おーし、これで投げられるのかな。おお、投げられる。全然飛んでかないし。これはちょっと苦労したな。14。まだ続くの？族武器はお前たちって。3人か。すげえワンパターンだな、ただ。まずこいつのヒットポイントを減らそう。もう手前に来たやつ。ほら、まずパンチでぶん殴って。で、あとは、こいつを、倒した？もう倒した。で、こいつも減ってるから、新しいやつだ。さあ、来い、元気っ子。まあ、ハキックで。ほら、ほら。よーし。ちょっと、一回、まあ、ハキックやってもいいかな。あ、ちょうど投げたら減ったな。これでまた新しいやつを見つけて、来た来た来た。いってー、殴られた。で、持ち上げて、いてー、なんてこった。くらえ。よし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 。うん。これが一番効率がいいな。このめんどくさいやつ。うわぁ、これはめんどくさいな、また。4人かよ、これは？その手で掴め。敵がどんどん投げてくる。それを次々キャッチしろ。一回キャッチしたら成功。はぁ、とりあえずやるか。さあ来い。俺はいつでもお前らの相手になってやる。まずはお前らだ。まあどっちでもいい。よし、一人。ほいほいほい。さあ次の獲物を狩る。来たな。思考よれ。なんであいつなんで来ないんだ。さあ来い。このいらないこれ。おらおらおら。倒した？まだ倒してないか。よし。ほいっとぶん投げて。あー倒してしまったー。もったいないことをした。さあ来い。こいつら来ねえな、こっちに。まあいいや、お前から、ぶっ倒す。おりゃ、おら、おら、おら。
よーし、で投げて、さあ次だ。いて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 。でこいつを持って、おらおらおら、なに、よーし、ミッション15もクリアですね。うん、とりあえずなんかすげえサクサクいってちょっとめんどくさくなってきたけども、とりあえずミッション15まで、クリアしたので、時代劇ですね、ミッションモードはこれで終了したいと思います。まあ、かなりこれワンパターンですね、ちょっと全然歯応えはないんですけど、まあミッションは全部で100個あるみたいなんで、まあできれば全部クリアしていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。